さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。東京新高円寺にあるセノンスポーツゼロからお届けいたします。早速ゲストを紹介いたします。元ヤクルトでご活躍されました今浪貴弘さん、上田剛さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。そして今回は埼玉西武ライオンズレディースの選手にもお越しいただいております、佐藤あやみ選手、六角あや子選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回はプロ野球 OB、現役女子野球選手、何でも座談会ということで、厳しいプロ野球の世界、まだまだこれから発展途上の女子野球の世界で戦ってきた4人の皆さんに、現役時代から現在、そして今後のことまでいろいろお話をしていっていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というかこれ初めての企画なんですよね、このプロ野球 OB クラブと女子野球選手、現役女子野球選手と OB クラブの、いや僕と剛こんなところに呼んでもらっていいんですか？確かに、そう、確かに。ありがとうございます。こんな OB クラブというね、あの大きなところに呼んでもらっていいなんか、うん、ちょっと言葉を変えると迷宮界に入ったような気分ですね、うん、それは違うと思うけどなというような上田剛と今浪貴弘さんですね。はい、福岡県出身です。違う、いや、それはあのね、ウィキペディアの情報とかあるから。関係性ですか、僕。そうそうそう、どんな、いや、まあ、うん、あ、そうだな、僕の今浪さんのイメージは、うん、まあ、野球で言ったらかなり勝負強い、うん、ほう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 、野球あの、まあまあ、代打とかに行くときに、うん、結構なんか結構打つんですよ代打めっちゃ打つんですよ、ナミさんで、うん、僕打てなくて、代打、うん、ナミさんなんで代打そんな打てるんですかっていうのを一回聞いたことあるんですけど、うん、そしたらなんかあの、お前代打なんか打てると思って行くもんじゃねえみたいな打てるわけねえだろあんなもん、打てたらお前奇跡だよみたいな感覚で打席に立ってるって言って、なるほどなっていう、はい、僕もでもそれをちょっと見習って何回か代打行ったんですけど、僕は打てなかったですね、本当に打てなかったですね、その気持ちで行ったんですけど。あ、なるほどね、まあ、はい、そこはまあスキルの違いとしてよろしいでしょうか、はい、というような、まあ、僕もね、あの剛のちょっと自己他己紹介っていうのかな、ちょっと剛のことをちょっとね喋らせていただくと、まあ、関西高校から入ってすごい選手が入ったなって、ヤクルトすっげえ選手入った、同期やんね。そうですね、ドラフト同期なんですよね。6年ですよね。はい、ですっごいいい選手入ったなと思ってて、気がついたらやめてたねいや気がついたら同じチームになってて、はい、でナミさんがねヤクルト来て、うん、来た年ですよね、優勝したの。あ、そうだね。あ、違うよ、2015年。違う、行って、シーズン途中から行って2年目の年に優勝した、ね、優勝ですよね、うん、いや、あの時もう本当ナミさんと僕あの日本シリーズ一緒に出ましたから、いい思い出ですね、はい、本当に薄っ薄っ結構打ちましたよね、ヤクルトの時は。いや、まあまあまあね、ヤクルトの時はね、ほんま。ちなみに佐藤さんと六角さんの関係性といいますか、関係性というか、ちょっと一番最初は、はい、日本代表でプレーしたのが最初だった、日本代表、はい、女子のですよね、もちろん女子の、ね、はい、2年に1回ワールドカップがあって、はい、でその時に初めて一緒にプレーをして、あの六角は2個下になるんですけど、その世代がすごいあのいい選手が多くて、はい、でなんかすごい上手くてこういい選手いっぱいいるなみたいな感じで、私も代表に入った年に一緒にプレーして、野球の時はすごいこう真剣というかすごいいい選手なんですけど、普段結構なんていうんですかね、もうニコニコして、まあ、なんか明るいいい子だなみたいな、からなんか結構ゲームが上手かったりとか、結構いろんな面があって、なんかすごいプライベートでも仲良くさせてもらってるんですけど。なるほど。ちなみにゲームはパワープロですか？いや、今あの荒野行動っていうちょっとああいう、なるほど、ああいう系です。荒野行動はもう荒野行動ですよ、パワープロじゃないです。パワープロじゃない、荒野行動。まだファミスタで泊まってる時代からね、うん、なるほど。お互いの性格ってどんな感じなんですか？でも佐藤さんは本当にストイックだなっていうのが、あの野球の時はその感じが出てますね、はい、ストイックさが本当に、はい、もうオーラが感じる、ストイックを感じる、ストイックとストイックじゃない人のこの、分かりますか、ね、この
オーラの出方の違い見てる人は剛がストイックやと思ってる人もいらっしゃるからね、中にはね、はい、ストイックではないとなるほどストイックなんですね六角さんはどうなんですか六角もう負けず嫌いです、うん、ああ負けず嫌い出てます負けず嫌いです出てんの出てますそれも出てんの出てますちなみに剛もめちゃくちゃ負けず嫌いじゃなかった例えば女子野球って凡退したりする試合でもちろん凡退することもありますし、まあ、佐藤さん投手だからこう抑えたりするじゃないですか、はいはいでまあ、野手にちょっと聞きたいんですけど例えば凡退するじゃないですかでベンチ帰ってくるじゃないですか、はい、悔しいと思うんですよ打てない時ってはいはいはい思いますどうしますベンチ帰ってどうするやっぱこう腹の中でね、はい、そってなってうわってなるけど別にダーンとかはやらないやらないですよね僕と一緒だ、ねうん、僕と一緒だ、うん、この上田剛帰ってきたらもう凡退したらもうまずベンチに帰ってくる態度がちょっとガニ股なんですちょっとガニ股ででもうバットをこう取り行ってこうずーっとやってましたからね。あいや僕ずーっとあ、まあ、僕はそうですね。負けず嫌いなのか何なのかあのちょっと勘弁してほしいなとあのベンチ周り人座ってるじゃないですか。本当危ないんですよ。危ないぐらいなんかそういう人に対して喋りかけたりするんですか。もうほっとくみたいな感じなんですか。いやもうあの近寄らないですだって危ないですもん僕もだからそれはやっぱこう逆に僕以外の人がやってるのを見て、うん、あ俺もこういう感じなんやっていうふうに学びましたよ、うん、だから最後2年ぐらいやってないですよあそうなんや、はい、だ他の人よりひどかったからねなかなかベンチ帰ってガニ股で帰ってこんやみんな小走りで帰ってくるからね、はい、そういう意味ではあれですねナミさんとかも全くなかったですねもう普通にさらっとしましたよね、まあ、三振しようが打てなかろうが関係なくさらっとしましたよねそれはねあの投手ってやっぱ抑えたくて投げるわけじゃないですか、はい、で野手は打ちたくて打席入るじゃないですか、うん、しょうがないですよね負けだから、うん、負けだから、うん、そう僕はだからあれですよね要はあの10回経ったら10回打たないと気が済まないみたいな感じで見えてますもんねなるほどねそんなん絶対無理じゃないですか、うん10回経って2本打てばおいいバッティングだなって言われる選手だったからで3本打てたらラッキーやし、まあ、でピッチャーだって完璧に投げられたらやっぱ野手は打てないからねあそれをそうですよねなるほどナミさんナミさんナミさん尺の関係がありますからあんまり僕のそれやらないでくださいあんまり女子野球選手は結構感情表に出すというよりは多分こう内に秘めて思ってるけどなんかもう髪の引っ張り合いとかないんですか？ベンチの中で女子同士で、まだないです。ないですか？まだ見たことない。なったろうな。そういうのあるとやっぱ面白いよな。ちなみに女子野球ってあの乱闘あります？あ、それない。ないですね。今まで一回も。一回も見たことないです。例えばこうベンチ帰ってきて。あいつムカつくわみたいな話デッドボール与えみたいなこういうのちょこういうのはちょっとチっていうのは結構あります、ね、あるんだ島では、はい、島ではあるんです、ね、そうそうそうなかなか態度が悪いとかはあれですなんかこうプロ野球だったら例えばこうレジェンドの選手いるじゃないですか、うんうんまあ、ベテラン選手とかってちょっとこう、うん、インコース行きづれえなみたいなやっぱ女子野球でもそういうレジェンド的な選手っているんですかやっぱもうそれは、うん佐藤さんはやっぱレジェンドなので佐藤さん、はい、と、まあ、野手で言うと川端選手とかおお川端慎吾さんの妹さんですねです、はい、やっぱレジェンドなんですねそうですねへで例えばこうセカンドのこうなスライディングの攻防とかってちょっとこうレジェンドだみたいなことはあったりするんですか川端さんだスライディングせんとこみたいなあるんですかいやないですねそれはそれはもうそれは足思いっきり買ったのかいって言うんですかそこは遠慮なくみんないや結構ねこれ言ってええのかな結構怒られるんですよあの ベテランとかレジェンド怒られてる、うん、僕は怒られた経験があるんですよ走塁してて、うん、おいそれはあかんやろレジェンドの方に対してなんかいやまあまあ僕は普通にこう走るんですよ一塁ランナーから、まあセカンドゴロだったかなでゲッツー取られる時に僕はちょっとこうやっぱ邪魔をしに行くじゃないですけど、うん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 、やっぱやるじゃないですか、うんうんうん、これって、うんうんはい、で結局ゲッツー取れなかったんですよね確か、うん、そしたら一言おいそれはあかんやろ後ろ回れって
おー、怖え。って言われた経験があるんですよ。選手に言われるんですか？選手に言われましたよ。僕ちっちゃい時からずっとテレビで見てた人に、それはあかんやろ、後ろ回れ。そうなるんですね。これがプロ野球の世界かって。なんかその言い方だとなんとなく僕ももう何人か浮かんでるんですよ。その言い方はなんか浮かんでるんですよね、僕は。はい、それはあかんやろとかっていうのはないんですね。ないですね。私ピッチャーなので、しかももう年齢も結構上の方になるんで、もう全然こうバッターに対してガンガンいけるというか、なんですけど、逆にその川端由紀選手に対して若手のピッチャーは多分行きにくいなとか。なるほど。そういうのあるかもしれないですね。だから通りで4割打ってるわ。見ててこうキャッチャーの人って、キャッチャーとか、まあ、バッテリーコーチのベテランの選手とか、こう名前のある選手に、若い選手に対してピッチャーに対して、おいビビんな、インコース行けとかって、あの第三者だから言えるんだなっていつも思うんですよ。でキャッチャーもサイン出して構えれるんですよね。ピッチャーで大体そこ投げれないですよね。大体こうインコースこの辺キャッチャー構えたら大体この辺に入ってきますよ。綺麗に打ちやすいところに。綺麗に打ちやすいところに。あれはちょっと酷ですよね。だから要はもうインコースに投げ切れるピッチャーはもう勝てるピッチャーってことですか？まあまあいいピッチャーやろうね。まあそうですよね。佐藤さんはバンバン行ってるんでしょうね、インコースに。うん、で佐藤さんもこう投げて避けへんかったら、なんで避けへんねんとかって。そこまではないですけど、でもちょっと心の中では思ってたりします。イラッと、はい、あれ避けれたんじゃないかなみたいなのがあるんですけど。なるほどですね。ちなみにあの川端由紀選手との対戦成績はどんな感じなんですか？多分めっちゃ打たれてます。あ、そうなんですか。、はい、プロの時から対戦してて、結構なんか読まれてるというか、簡単に打たれるからちょっと嫌だなと思って。え、ちなみにスタンドに放り込む方っているんですか？たまにです。いるの？はい、90メーターぐらいだったらいるの？すげえ。え、木のバットじゃないですよね？金属ですか？金属です。女子野球は、はい、金属でもえぐいです。すごいですよね。マジか。今一番速い子でピッチャーが130近く投げるんですよ。29がマックスなんですけど、そんぐらいの球威でもうタイミング合えばもうパーンって行くんですね。29を打ち返せる人もいるんですか？まず、まあ、いますね。まっすぐだけだったら対応できるのかなっていう。すげえ。そうなんですね。僕らがやってたその NPB のプロ野球の試合とかもう見たりするんですか？はい、します。今の嘘な反応やん。あんまり見てないよっていう。やべえとこ疲れちゃったっていう。普段野球とかって見るんですか？普段なんかそんな意識してもうぶっちゃけ 見ないんですよ、はい、なんかやってる方が楽しいっていうのがあって。あ、だけどたまにあの練習とか早く終わって、ちょうどその成田中継とかのタイミングでチャンネルつけてやってたりすると、もうめっちゃ夢中になって見て、あ、こういうことしてるんだなとか、なんかあ、こういう駆け引きがあるんだみたいなのがちょっと分かったりとかすると、めちゃめちゃ楽しいなって。すごいですね。女性の方からそういう視点で野球を見るっていうのは、普通なんかあの選手かっこいいなとか、まあ、そんなイメージやんね。なんかそういう感じで見てるんかなと思ったら、私めっちゃピッチングなんていうんですかね、下手くそというか、結構読まれるっていうか、その駆け引きができなくて、はい、結構そういうことを指導者の人に教えてもらったりするんですけど、そのバッターの反応を見ろとか、うんうん、っていうのを言われてて、なんかでもなかなか分かんなくてみたいな時に、そのプロ野球とか見ると、あ、なんかあ、すごいこういうことしてるんだみたいな。あ、駆け引きコーチお願いします。結局キャッチャーの人とか、こうバッター一球一球こうバッターのチロ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 見てますもんね。あれおそらく何にも分かんないですよ。何も分かってないやろあんな。見てるだけ。だってバチンって取って、キャッチャー絶対にこうチラッてやってるよ ね。右バッターでバンって取ってチラッて反応見るやん、うん、でだってバッターでカーンって見逃して、こうやってバーって見逃した時に、キャッチャーが、あ、俺んとこ見てるな、これ何が分かんねえやろ。なんかバレたかなって思ったことある？いや、僕はないっす。ないやろ。ない。何も分からへんってあんなもうあんなんで分かったらみんな抑えれるって。ナイさん怒られますよ。今日これ着てるからね。これ着てるから。やばいよ。真面目な野球クラブから脱退されますよ。さっきのちょっと話で、そのなんか代打の時にめっちゃ打つって言ってたじゃないですか。はい、どういう気持ちで打席に入ってるんですか？それも本当に。いやもう打ってましたよ。僕本当にあるんですよ。プロ野球のデータって、
一チームもっと多い資料がこうあるんですよね、はい、これずっと僕穴開くぐらい見てますからね。見てたね。で大体こうシミュレーションするんですよね、はい、大体この初球は、まあ、展開とかによりますけど、うん、で僕代打とかで行く時って裏で待機する時間が長いんですよね、はい、その間ずっと動きながら汗びしょびしょになりながらちょっとこう見ては走って見ては走って繰り返すんですけど、うん、でその間にまあ、こういうケースで行くことがあるだろうなってまず最初のシチュエーションの予想をしますよね、うん、シチュエーションの予想をしてで、そうなった場合には初球このボールで来るんだろうなとかでこれがストライクになった時には次はこうなんだろうなとかで初球がボールになったら次はこういう対策で来るんじゃないかとかっていうのもずっと考えてましたね。うーんでいざ打席に行くともう真っ白になってるから何にも考えずにもう行くしかない行くしかない意味ねえじゃん行くしかないそれだからまあそうやって考えることがやっぱりこうねイメージすることで実際の打席では優位に立てることがあるかなっていうところですよね。そうすると考えずに行くとあの誰とは言わないですけどあのファンの人からおい強しまたお前何してんだよって怒られるようなバッティングをしたかってくるベンチでこうこんな感じでそうそうそうベンチでこうやってやる前にちょっと ガニ股でかけるうなり長いってねずっとやってるよ岩見さんさっきからっていうところですよね。あとは運ですよピッチャーもそこには投げきれないじゃないですか。だって一回あのヒーローインタビューで岩見選手今日はナイスバッティングでしたとか言ってたら何を言い出すかなと思ったら今日は死んだふりですとかわけわからんこと言ってましたよね。何なんですか死んだふりです死んだふりだろう。いや奈美さんのヒーローインタビューが奈美さんはめちゃめちゃ面白くて本当とぼけたこと言うんですよ。質問と全く違うこと言ったりするんですよ。とぼけた言うな。でもそれが僕らは面白くていつもヒーローインタビュー見てたんですね。ナミさんが何を今日は言い出すかなみたいな感じで見てたんですけどファンの人たちは 何のことかさっぱり分かんないからめっちゃ滑ってる感じになるんですよ。滑ってへんわ。4万人どっかになっとるわ。いやもうわけ分からんことばっかり言ってましたよね。ヒーローインタビューあれほんまおもろかったっすわ俺。まあ、4万人がどっかになってるからね。滑ってないですよ。野球はいつからやられてるんですか。私は小学校3年生からやってます。それあの軟式野球。軟式です。それはあの女子チームですか。男子の中に混じってやってました。はい、中学校までは普通に試合に出れるんでその軟式野球部でやっててで高校から、女子の野球公式野球部があるチームに行きました。女子の公式野球部あるチームって どこなんですか。鹿児島の神村学園。おお、はい、もう女子野球の名門ですよね。はい、へえ、そうなんですね。はい、六角さんは私は小学校4年生の頃からリトルリーグで始めたんで、はい、公式から入って、はい、で中学は中学野球部で軟式やってでそこから親元離れて埼玉栄高校の女子野球部に行ったって感じ。公式から軟式に変わった時ちょっと難しくなかったですか。難しかったです。でもですよ、ね、逆になんかこうちょっと怖くないというか。あ、なるほど。痛くないっていう感覚があったんで。そうか、最初にもう怖い硬いやつを経験してますもんね。そうですね、はい、普通の人は軟式やって公式やるから逆バージョン。逆バージョンだった。へ、強しいつ始めたの。僕小学校2年生からなんですけど、うん、本格的にやったのは4年生からですね。どういうこと。いや2年生の時になんかあのチームに入れられてて、うんうんうん、僕はあの自分の父親がコーチだったんですね。あ、そうなんや。はい、で なんか知らないですけどチーム入れられてたんです。だから2年生3年生の時はもうほぼ遊びですね、うん、もうなんかなるほど、ね、友達のお父さん父兄とキャッチボールしたりなんか試合とかそんなんじゃなくて本格的にやったのは4年生から。で2年生から 2、3 と、まあ、遊びの感覚で行ってて、はい、4年生からまあ真剣に野球を始めた、ね、真剣にやりましたね。なるほど。4年生から。そうなんね。ナミさんはいつからやったんですか。いやもうそのいつから小学校1年生の時に僕福岡県出身なんですよ。で、うん、福岡県北九州市ってところっておそらく軟式野球ってないんですよね。少年野球聞いたことなくて僕ら地元はもうソフトボールしかないんですよ。ソフトボールを6年間小学校1年生の時から、でやってで中学校からボーイズリーグで公式をやったっていう感じかな。へ、うん、そうなんですね。まあまあまあね、最初はだから怖かったよね。公式怖くなかったですか。小学校4年生から公式やって。ああでも
怖いって感じたことはないですね。なんかそもそも多分軟式野球を知らなかったので、うん、公式から入ってるんでこういうもんだっていう感じで思ってました。怖いっていうのは野球はもうその硬くてちっちゃいものが当たり前、そうです、当たったら、まあ、痛いもんだみたいな。そう考えたら僕なんかソフトボールが当たり前になってるから、公式やったらめっちゃちっちゃいですよ。ソフトボールこうやって握ってたやつがいきなり2本指で握れとかこんな感じになるよ。確かにその時投げやすいって思ったんですか、それとも投げにくいと思ったんですか。いやめっちゃ重いやん硬球って。ソフトボールって軽いから、はい、ゴムと、はいはいはい、あの小学校ってゴムやから、はい、だからちっちゃくて硬くてもうやばないって言ってリードって何ってなるし、ソフトボールリードないから、かリードないから。ただあのピッチャーとバッター、バッターと野手の距離は圧倒的に後ろやから、はい、そういった意味ではえこんな遠くでええのっていう。それ球速いと思ったんですか。いや、それソフトボールの方がやっぱ速く感じるわ。めっちゃ近いで、だって2メートルぐらいやで、ソフトボールって。2メートル2メートルしたらあれですよ、お客さんがやる。そのくらいでやってんねんで。それがだって十何メートルとか離れれるわけやろ。だからうわ、こんな距離あんねやっていうのがもう最初の印象やったな。これが野球かと思ったもん。僕ソフトボールをね、一回もやったことないんですよね。あ、そうなんや。やったことない。ソフトボール投げっていうあのなんか小学校の時のあるよね、種目。あれだけやったことありますけど。なんで軟式ボール投げちゃうねん。思ってた。思ってた。あの大きいやつめっちゃ小学生ってね、それこそ手ちっちゃいから投げられへんのになんでソフトボールやねん。あれ、いやそれ思ってた。うん、わかるわかるわかる。本当わかる。なんで軟式ボールじゃねえんだと。おそらくちょっと大人の関係があるんやと。やばいやばい。ね、これで喋ったらあかん。でもあれですね。もうサツさんとかはもうやっぱあれなんじゃないですか。小学校中学校は要は男性と混じってやってたんですよね。はい。でももう一番上手かったんじゃないですか。割とレギュラーでは出てましたね。ですよね。はい。もうそのよくあるあるなんですけど、その女子がレギュラーに出てると監督が、おい女の子だぞみたいなね。そうだ。お前女に負けてるぞみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。いやそう。いや僕中学校の時あったんですよ。なんか僕中学校のチームにもいて。うん、一人女性 の, 人あの子がいてめっちゃ上手かったんですよ。うん、そうで。その子だけヒット打って、あとみんな打てなかった試合があったんですよ。もう1時間半ぐらい正座されてめっちゃ怒られましたからね、監督に。お前ら女の子が打ってんのに。どうなんか、ただ小学校も中学校までの女性の方が上手い説ないですか。結構ありますね。ありますよね。小学校だと多分女の子の方が成長が早いんですよ。成長が早いとか。だからパワーがあったりとかで結構エースで4番の子とか、うん、そうですよね、結構いますね。僕もソフトボールチームの、僕のいたチームじゃないですけど、女性であのピッチャーで投げて3番4番打ってるっていう人結構いましたもんね。うんうん、打てないもん、早いもん。まあ、いや本当にゴルフのね、渋野選手とかもね、あ、ソフトボール小学校からソフトボールで ね、 そうですね、すごかったっていうしね。なるほど。今日は、新興園地にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。